ました。微妙にこう入れるのはなんか気になっちゃった。ああ、そんなことはいいかも。階段のあれでもね。富士山の稜線もバッチリ来てんですよ。ただ、桟橋の桟橋の前、明かりがホテルランプが日没だけ撮れたんですよ、雲の隙間になって。